Lightroom と Photoshop の連携ということについての解説をしてみます。まずこちらの画像ですね。こちらの画像をですね、ちょっと調整をしてみます。明るさをですね少し調整をしてこのぐらいまでしましょうかね。少し周り暗くしますね。で、ここからですねマスクを選びます。マスクを選んで少しこの部分だけはですね明るくしていきます。で白レベルも上げてみましょう。でコントラストもちょっと上げますね。このように仕上げたとしますね。でここからですねパートカラーにしていきます。ちょっとパートカラーの仕上げの仕方を見ていただきたいと思います。まずこちらを他のツールで編集 Adobe Photoshop 2022で編集ということで選びます。このように出てきます。まあ、最初の場合にはですね必ずこのように出てくるんですね。ですのでここを編集を選びます。で編集を選びましたらここからレイヤーを1枚作ってこの画像をですねモノクロにしていきます。色調補正で白黒でハイコントラストレッドということでこのようにします。まあ、これで白黒になったわけですが、この今度はここをパートカラーにしたいので、どうするかといえばここの部分をですね、ここですね、オブジェクト選択ツール、今このように投げ縄ツールになってますがこれは長方形でもできます。ちょっと長方形でいってみましょうか。こういうふうにやりますね。こうするとまあいいところを選んでくれますので非常に簡単にできますね。そしたらばですねこのままパートカラー簡単でレイヤーマスクを追加します。と逆になりますね、選んだところとですね。そしたら慌てず騒がずコントロールと I のキーを押します。そうすると逆になりますね。このようにしてパートカラーになったわけです。じゃあここでですねまず保存をしてみましょう。このようにライトルームにも表示されるようになるわけですね。さあここからなんですがさらにちょっと暗くしてみます。そして、もう一回マスクを使ってですね今度明るくしていきます。まあ、ちょっとこのぐらいの感じにしましょうか。ちょっと極端に しないと分かりにくいのでこのぐらいの感じにします。今選ばれているところがマスクで選ばれているのでこちらをですね赤く見えますがこういう感じですね。でこちらをですね、今度は右クリックでまたフォトショップでもう一度開きたいとしますね。でこの時に気をつけていただきたいのはこの状態でまたここからライトルーム調整でコピーを編集して開いてしまうと。そうするとですね今度はライトルーム調整で開くというふうになってコピーということになっているのでレイヤーマスクが先ほどのレイヤーマスクがなくなってしまってますよね。このような現象が起きてしまうわけです。でちょっともう一度保存してみますね。で保存するとですね当然先ほどこちらから作ったもの以外にもう一回もう一個作ったので一個エディットが増えてますよね。エディットティフだったのがエディットティフになっている。でこちらは調整がゼロになってますね。でこちらは調整している全く同じ柄なんですがコピーを作ったことによってもう一個同じものができてしまったということになるんですね。ですのでこういうふうにですねまずライトルームで調整をしましたと。そしてこのライトルームからの調整をもう一度フォトショップに戻りたいということでしたらば戻るんですがこの場合もですね2つ種類があります。元の画像に戻るのかそれとも元の画像に戻るんだけれどもコピーも作りたいのかということなんですね。ですので元の画像に戻るだけでしたらこちらを選んでいただいて編集を選びます。このようになるわけですね。最初にフォトショップで仕上げた状態に戻るということになります。でここからまたパートカラーもですねここだけじゃなくてもうちょっと増やしたいなとこの部分の緑も増やしたいなということであればこの部分をですねまた調整をするということができますね。選んでですね
ブラシで塗っていくとここがカラーになっているということですね。こうやって選んでおくと外に飛び出ないので楽ですよね。こんな感じで2箇所カラーにしたということですね。で保存してみましょう。まあ、このように後調整、もう一度後調整したいということでしたらこのようにすることができるわけですね。でこの場合にですね、ちょっと気になるところがあると思うんですが、それはですね、ライトルームで仕上げたものは調整できないんだということなんですよね。この時にですね、ライトルームの調整をしておきながらレイヤーの元画像に戻りたいということができないんですね。ですのでこの場合にどうするかといえばですね、ライトルームの調整をしたもので開かないといけないので、こちらで開くしかないんですね。で開いたらですね、ここに調整を息を入れるという形になりますので、ウィンドで2分割表示にして、こうありますね。でこの画像をこちらにドラッグするという形にすればいいわけですね。ですので移動にして、こちらからこちらにドラッグする。で閉じるとこちらになります。ちょうどここのピンク色になったところがぴったり同じ位置になるわけですね。このようにすることができるわけですね。そうすると先ほどの上にレイヤーとしてもう一枚乗って新しくライトルームで調整したものをですね、上に乗せることもできます。ちょっと面倒にはなりますが、ライトルームでの調整をフォトショップのところに調整に加えたいという時にはこの方法で載せることも可能になるということです。でさらにこのぐらいの暗さでですね、先ほどのレイヤーマスクを追加したい場合はオルトキーでを押しながら上にドラッグするとコピーを作ってくれますので、このように全体が暗くなった状態で同じレイヤーマスクをつけることができるということになります。まあ、以上のようなやり方をすればですね、フォトショップで調整したレイヤーマスク付きのフォトショップの上にライトルームの調整したデータを載せて調整することもできるということになります。ちょっとややこしいかもしれませんが、このようにすればですね、ライトルームで調整したものをフォトショップのレイヤーの上に載せることができるということになります。以上参考にしていただいて、実際にテストをしてみてこの内容を覚えていただくと便利に簡単に仕上げることができるようになります。